町、前回の続きからプレイしていきましょう。市川文康編の続きからですね。どっかで子供たちが騒いでいる。クスクスと笑い声まで聞こえてくる。いや、子供ではなく、あれはリスかネズミ？リス。リス科の哺乳動物。森や林を飛び回り、木の実などを食べる。前歯が可愛い。感想じゃねえか。ネズミ。ネズミ科の哺乳動物。土部や床下を走り回り、物を食い荒らす。前歯が気持ち悪い。一緒なんだけどな、月種類としては。私はぼんやりと落ちゆく眠りの中でそれを聞いていた。それに、なんでこんなに近く耳元で。私は眠りに落ちていた。これまだ大丈夫だったっけな。なんかやばいの来るんだよな。踏み痩せ編は、私は深い深い眠りに落ちた。なんだか寒気がする。嫌な気持ちが強くなっている。それに、本当にすぐ耳元でその笑い声が聞こえているのだ。私は目を開けた。ぼんやりと目を向ける。あの嫌な笑い声は、どうもファックスの方から聞こえた気がするのだ。だが、私は後ろに考える。その方向に窓はないのだ。続き部屋はなく、同じ高さに、よそかな？の建物もない。そして、ここはすべての出入り口と窓に鍵がかけられている完全な密室なのだ。外から音が聞こえ、声が聞こえるはずはない。私はゆっくりと顔を上げた。笑い声は止んでいる。私はまだぼんやりとした頭で部屋の隅々まで見渡す。室内を包む、しじまの中で、おかんは次第にそのリアリティを失っていく。疲れているだけだ。そうかもしれない。私は自分の左手が痺れて感覚がなくなっていることに気づいた。その上、突っ伏して寝ていたらしい。よくあることだ。それにしても、目覚めた左手はまるで他人の手のようだった。うわぁ！私は苦笑してその手を机の上に投げ出した。だが、目の前にあるのは空っぽのシャツの袖だけだった。私は呆然とそれを見つめた。手首から先のない私の左腕。悪い冗談でも見ているように私はうつろに乾いた笑い声を立った。すると、どっからかあざけりの笑い声が響いた。さっきよりも近くはっきりと。私は凍りついた。これは夢だ、夢なんだ。しかし目は閉じることはできなかった。私の目は目の前の奇妙な左腕を見つめたまま大きく見開かれていた。声は大きくなり、小さくなり、そしてカサカサと這い回る音。突然いくつもの笑いが聞こえた。心臓が飛び上がった。聞き覚えのある声のようにも思える。それは翔子の笑い声になったかと思うと、川沢の笑い声に変わった。そして、次々と私の知っている幾人もの人間の声になった。耳元に一斉に笑い声を上げるのだが、その声は決して彼らが発することのない耳障りのトーンを含んでいる。冷や汗が吹き出る。私はまた、わけのわからない悪感を触れる。悪感に触れる。きっとこれは悪い夢でも見ているのだ。私は声を上げようとした。口は開いたが、声は出なかった。喉の奥で発せられる空気が、吸い込まれることもなく、吐き出されることもなく、ただ渦巻いている。何かが私の周りを動き回った。妙にアップテンポなのに怖いよな。小さなものだ。そして生き物だ。何かはわからないが、そいつは私をめぐる全ての人間の声を借りて私を嘲笑っている。恐ろしいと思ったのはその嘲笑ではなく、聞いているうちにそれを信じそうになっている自分自身だった。私はその妄想を必死で振り払う。笑い声は続いている。その笑い声は私の頭の中へ直接ドリルにねじ込むかのように響いては食い込む。ドリル、自動回転の穴を開ける霧。なんだっけ、うがつっていう字なんだ。木。かっこうきかな。
転じて反復して練習すること、どちらも頭を悩ますことに変わりはない。響いては食い込む、響いては響いては響いては食い込んでくる。何かが触れた途端、身の毛がよだつような嫌悪感が走る。まるで生き物の死骸、それもドロドロに腐って溶けた死骸に触れてしまったような。目を閉じたが、それはできない。顔を背けようとしたが、それも不可能だった。ああ、断面はやめてくれ。私はただ手首から先のない自分の腕をなすような顔見つめ続けるしかない。ああ、やめて、近づけなくていい。それの中を覗くと、私の手首の切断面があった。シンクの手首の切断面はサーモンピンクで、象の鼻先のようにピクピクと動いていた。そこにあるのはもはや血や肉ではなく、吸い込まれるようなブラックホールに似た漆黒だった。痛みはない、感覚もない。あるのはわずかなうずき、両親のうずきだろうか。私は何かを思い出そうとしている。深い記憶の彼方に、彼方の底に、私に何か必要なものがある。遠く霞んだ記憶の底に何かが。ああ、あと少しで思い出せる。あと、もう少しで。しかし、その先の闇は不意に途切れ、もう一つの真っ暗な闇に覆われ、さらにその先のさらなる闇に覆われて、その不定収束は、未知の闇へと消える。不定収束だね。動悸息切れ、めまい、吐き気、手足のしびれ、不眠など漠然とした体の不調、内臓やホルモンに問題があるなど身体的な疾患の場合と、特に体には問題はなく純粋に精神的なものから来ている場合がある。1960年代末には流行語になったこともある。へー、不定収束が。そして宇宙は手首と同じく私から失われつつあった。宇宙が失われるってどんな感覚だ。この謎の音怖えな。うわっだあれ怖いんだよな。夢は何度振りほどいても私に強くのしかかってくる。重く暗く、そして冷たい。私はじっとり、ナメクジのような冷や汗をかきながら目覚める。ナメクジ。ナメクジ科の軟体動物。湿ったところを好む。塩をかけると消えると言われているが、実は小さくなっているだけだ。知らないうちに塩から抜け出し、また水分を吸収して元の体に戻る。雌雄同体でオスメスがない。不快感は、その夢の、残、こうかな、とどまっていた。それは不条理で、恍惚で儚くだった。うなされた夢自体はもう忘れかけている。私は床の上で目を覚ました。伸びをした途端、体中が不満そうなきしみ音を立てた。ぼんやりと天井を見上げ、今度こそ夢ではないことを確認する。このところ貧血気味のせいか、立ち上がるとめまいがした。いつしか朝を終わりかけており、カーテンの隙間から差し込む光に音色が混じり始めている。私は外の空気を入れようと窓を開ける。待てよ、窓はさっき開けたはずだ。カーテンを思い切り開けて窓を全開にして、私はまだ眠りから覚めきらぬ街を見たはずだ。私は頭を振って冷静になろうと努めた。記憶には残れなかった悪夢が今でも私の心に居座っている。正体不明の不安だけが胸の内で黒い影かな、落として渦巻いている。影、へえ、こういう影ってあるんだ。逆巻いているだな。敵は分からぬのは始末が悪い。せめてその正体でも分かっていれば、対応のしようともあるというものだろうか。対応の仕様もあろうというものだが、振り返った時、それは嘘だと分かった。私には対応の仕様などなかったのだ。たとえその正体が分かろうが、その敵は何であろうが。床には原稿が散らばっていた。引き裂かれ、丸められ、投げ捨てられ、それは夢ではなかった。明るい光に満ちた部屋で、私は地方のように立ちすくんでいた。原稿を拾い上げてみる。それは原稿ではなかった。どれもこれも白紙だった。私は乾いた声で笑った。なぜ気づかなかったんだろう。
私は私の計画をまだプリントアウトしてはなかった。私は、苦笑してスリープ状態にあったパソコンの電源をオンにし、システムを立ち上げた。システムソフトウェアのこと。マシンを効果的に利用するためのソフト。マシンが突然止まったときや画面が消えたときに、そのありがたさが嫌というほどわかる。パスワードを入力してロックを解除する。パスワード、合言葉や入るための言葉を指す英語。ここではパソコン内の情報にアクセスするためのパソコンとユーザーの合言葉のこと。ポストイットに書いてコンピュータに貼ったりする人がいたり、日本ではまだ技術管理が徹底していない。悪用されたとき、そのありがたさが嫌というほどわかる。さて、データがどうなってるか。 Please enter your password。 証拠、それが私のパスワードだった。悪い予感は的中した。私の原稿を失われていた。書き上げたばかりの原稿は消失していた。私は愕然と立ち尽くした。誰かが私の原稿を消した。誰かが鍵のかかっているこの部屋に忍び込み、私の仮眠中にロックされているハードディスクの中身を消した。一体誰が？誰だ？犯人は誰だ？私は目まぐるしく動いた。まずはドアへ行き、施錠されていることを、打ち鍵もしっかりとかけられていることを確認した。次に窓を確かめた。これはさっき私が開けてしまったが、もう一度閉じた状態を作り、外から開けられるか、忍び込むことが可能かを。愚かだった。私はこの窓を二度開けているのだ。夜明け前に一度、そして眠りから覚めて一度。明らかにこの窓を閉めた者がいるのだ。この私が眠っている間に。しかもその後で内側から窓は確かにロックされているのだ。私は私の夢のことを思い出した。誰かが机に突っ伏して眠っている間、私の周りで動き回っていた何か。あれがもし夢ではなかったとしたら。そして私はやっと思い出した。私は私の傑作を途中までだがプリントアウトしていたのだ。傑作。あるレベルの作家なら、己の書いている、または書き上げた作品がいいものかそうでないかは判断がつくものだ。優れた作家は自身の中に優れた読者を持っている。ああ、そういうもんなのかな。私は落ちている白紙に飛びついて調べ直したが、やはりそれは白紙だった。途中までのプリントまでが消えていた。私は部屋中をくまなく探した。クローゼット、バス、トイレ、冷蔵庫の中からベッドの下、テレビの後ろまで、ワンルームの室内にもう探すところはなかった。私はしばらく座り込んだ。窓を開けて風を入れた。そうすることに意味はなかったが、そうするより、他に、私はすることがなかった。いきなりカラスが鳴いた。カラス。黒い鳥。協調として人々から忌み嫌われていることが多い。知能は高く、都心部で繁殖ぶりは凄まじく、ある意味、都会の象徴である。狂々しく、ズうずうしく、高骨で、凶暴で、そしてどこにでも現れる。ドアップだな、カラス。目の前の窓枠に止まっていたのに気づかなかった。無性に腹が立った。私はテーブルの上にあったみかんを掴んで思いっきり投げた。カラスは逃げた。みかんは外れて飛んでいった。当たりっこない。最初から生きているカラスなど私のコントロールで命中するわけもないのだ。なんだか象徴的な比喩を感じて気分が重くなってしまった。みかんなんか、なぜ投げたんだろう。みかん。私は呆然として顔を上げた。みかんなんかなぜあったのだ。いくら考えてもみかんの記憶はない。みかん、誰が私のテーブルの上に。いや、その前に。みかんは本当に実在したのか。私は確かに掴んで投げた。指先にその感触が残っている。掴んだ時には特有の匂いまでした。しかし。みかんは本当に実在したのだろうか。みかんのことが頭から離れない。
私の脇をバイクが激しい爆音を撒き散らしながら通り過ぎていった。後ろのシートには体に大きな傷跡のある男が乗っていた。狂々しいその顔とバイクのひどい騒音は男は暴力の世界からやってきたことを示していた。まあどっちだろうねって話だよね。まかまかしいって読むんだこれ。災いをもたらしそうな忌まわしいという意味。吉兆に対して市川は極度に敏感だ。それは彼の内面が不安と怯えでいっぱいになっているからだ。バイクがあっという間に通り過ぎても、やはりみかんのことは私の頭から離れない。みかん。そもそもみかんとは一体何なのだ。食用の柑橘類インド、東北部アッサム、東南部の野生みかんが種、種の起源。やがて、当店を置いてくれ。やがて、東南アジア一帯、中国、日本へと伝搬した19世紀初頭にはヨーロッパにも広がった。樹高は3メートルから5メートルより、結構低いな。他の柑橘類と比較して、枝葉は小さい、花は白色さつきに咲き、白色、5月に咲き、実は小型で、球型果皮は薄い果肉、は柔らかく、多重、苦味はない。読みづらいことこの上ないな。長寿を祝福する神聖な木であり、太陽や、霊魂の象徴、草子葉植物の、一群、温帯から熱帯まで分布、透明な先天を持つ花は、両性変、変流出さるかけ、みかんご、しゅ、雪派、段差小インド、めちゃくちゃ読みづらいんだけど。昨日アンコールとか書いてあるし、よくわからんな。みかん。みかんとは一体何なのだ。みかん。なぜ歩道にみかんが存在するんだ。これは現実のみかんなのか。黄色い物体。その鮮やかで毒々しい色彩は私の意識の左翼から人類共通の原初の恐怖を呼び起こす。毒々しい色がどぎつく、毒を含んでいる、もしくは含んでいるような見かけのこと。女に対してもよく使われる。原初、物の始まり、世界の最初、神が創造に着した第一日目。うお、果肉一つ食らうにも生と死の深い峡谷を飛び越えねばならなかった。人がまだ、裸の小猿でしかなかった頃。みかん。無数のみかんが私に向かって押し寄せてくる。その叫びが聞こえる。むしられ、踏みつけられ、むさぼられた、蹂躙された、種たちの人類に対する恩さが私の耳にこだまする。蹂躙、暴力に踏みにじられること、体を、そして心の形を。恩さ、怨さ、恨み嘆くこと、己を、他者を、世界の存在すべてを。何材だこれ。食材か。犠牲や代償を捧げる罪を償うこと。特にキリスト教でキリストが十字架に、貼り付けされて死ぬことで、全人類を神に対する罪の状態から償った行為。黄色い物体は私にそう要求する。お前の血が必要だ。お前の血で我らは赤く染めよう。ひざまずけ。存在価値のない小さき者よ。私は大地に屈服する。私の精神は地球上の有機物無機物に食われ跡形もなくなる。有機物、生物を構成する物質のこと。無機物、大部分の有機物を除いた化合物の総称。
肌には抜け殻の私が残っただけだった。多分牛で飼えるんだろうな。じゃあ次、次回牛に戻ってやっていこうか。あれ牛かな、馬かもしれないな。はい、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。